サインドゴ・スティングは、イングランド出身のミュージシャン、シンガーソングライター、俳優。ポリス結成以前のライブなどで、蜂を連想させる黄色と黒の島の上着を愛用していたことからスティングと呼ばれるようになった。1977年にロックバンド、ポリスを結成し、ベーシスト兼ボーカルとして活躍した。ポリス活動休止後は、 ソロアーティストに展示、グラミー賞など数々を受賞。俳優としても知られている。ポリス在籍期とソロ活動のアルバムの売り上げは1億枚を超えている。妻は女優、トゥルーリー・スタイラー。息子はフィクションプレームのボーカル担当、ジョー・サムナー。娘は歌手のエリオット・サムナー。身長181センチメートル。ポリス祭結成時のグループショットギターを弾く。 スティング・ニューカッスルのカトリック系男子校、セント・キャスバート・グラマースクールを卒業後、ウォーリック大学に通っていたが、卒業はしていない。なお実家は牛乳屋であり、兄が継いでいる。1971年から1974年の間、イングランド北部教員養成大学に通い、卒業後は、ニューカッスル北部にあるセント・ポール小学校の、 国語教師として5歳から9歳までの児童を受け持った。高校教師という放題の曲のために、高校教師だったと誤解されることが多いが、この歌は教育実習で15歳の生徒を担当した、経験をもとにしたものである。ビートルズ、キンクスで音楽に興味を持ち、ボブ・ディラン、セロニアス・モンク、チャーリー・ミンガス、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレインの影響を受けて育つ。 教員養成大学在学時、イ4時元のジャズセッションに参加した。ニューカッス,スルビッグバンドにベーシストとして参加。1972年、スティングにとって初めてのアルバム、ニューカッス,スルビッグバンドをリリース。1974年、ジャズロックバンドラストイグジットを結成。1976年には、ロンドンで活動することを決めていたところ、スチュワート・コープランドに誘われて、 ヘンリー・パドゥバーニと共にポリスを結成する。その後、ストロンチウム90で一緒だったアンディ・サマーズが、加わり4人編成となったが、ヘンリーが脱退し、トリオとなる。1984年に、バンドの活動が停止。1985年、ソロ活動を本格的に開始。ジャズミュージシャンを起用して、アルバムを制作し、注目を浴びた。第一次、スティングバンドの練習など、 バンドが生まれる時を記録した模様は VHS ビデオに収めて公開されている。また、同年にはスティングがゲスト参加したマイルス・デイビスのアルバム You Under Arrest やダイヤー・ストレーツの楽曲 Money for n ング h i n g も発表された。日本のキリンのビール・トゥギャザーの CM ソングを依頼されビールビー Be t o g を作曲し CM にも出演した。 1994年には、宮崎シーガヤの CM に出演し、キャンペーンソング、テイクメツ・ザ・サンシャインを提供し、また、別テイクのタワーホテルの CM では、ウェンウィーダンスを提供し、同施設のコケラ落としライブも行っている。しかし、その後、来日時に受けた、共同記者会見の席上で、宮崎シーガヤが、 地域の自然を破壊し問題視されているという趣旨の質問を記者より受け、急遽 CM を降板するに至る。1999年に発表したブランニューデーは第42回グラミー賞を2部門で受賞。ベースを引くスティングベーシストとしても一流であり、ポリスのアンサンブルを語る上で欠かせないものである。アコースティックで培ったダイナミズムをエレクトリックに反映させた骨太の音で、 時にはテクニカルに、ビートの隙間を縫うようなフレーズを歌いながら難なく、弾きこなす。エレクトリックベースの奏法については、米国のセッションベーシスト、キャロル・ K の教則本から多くの事柄を学んでおり、後年、彼女のサイトに、ベースが本来、なすべき、以上のことを教えてくれたと賛辞を送っている。スティングのベースプレイでは、古典的なソウルや、ラテンロックを踏まえつつ、レゲエ ジャズのテイストがより大胆に取り入れられている。2005年にはベーシストとして TATU のセカンドアルバムにスポット参加している。また、ドラマーのビニー・カルータなどとも共演している。2002年に開催されたソルトレークシティ・冬季オリンピックのオープニングでは世界的チェリストのヨーヨーマとフラジャイルを共演。 911テロの直後でもあり、大勢に感動を与えた。最近は、クラシック音楽への系統が注目される。2006年には、ジョン・ダウランド作品を集めた、ラビリンス、ソングズ・フロム・ザ・ラビリンスを、名門クラシックレーベルのドイツグラモフォンから発表し、クラシック界からも注目を浴びた。また、2009年にも、パーセルやシューベルトなどの作品を集めた、クラシックテイストの、 ウィンターズ・ナイト・イフ・オン、エー・ウィンターズ・ナイトを2010年には自身のヒット曲をクラシック・アレンジの元オーケストラ伴奏でセリフカバーしたシンフォニシティ・シンファネシティスをいずれもグラモフォンから出した。代表曲に Every Bless You Take, Locks Arn, Feels of Gold, Fragile, English Mind in New York, Shape of My Heart 等がある。 映画の主題歌や挿入歌に使用されることが多く、それらの一部を集めた全17曲のアルバム、スティング・アット・ザ・ムービーズがある。その後、同アルバムは映画、アシュラ・ジオの瞳公開時に使用された、マイ・ハニー・バランタンを収録し、半分近くを差し替えた、マイ・ハニー・バランタン・アット・ザ・ムービーズへと更新されている。2018年に発表したシャギーとの共作、44。 876はグラミー賞ベストレゲーアルバムを受賞。2015年11月13日のパリ、同時多発テロ事件から1年後の2016年11月12日、この事件で90人が亡くなったバタクラン劇場の再開のコンサートを行った。1500席は半時間ほどで売り切れ、内千席の売り上げは被害者団体に寄付された。二千十九年、 ポール・マッカー・トニーから、スティングの楽曲、フィールズ・オブ・ゴールドを、僕自身のハートを癒す曲であり、僕の人生そのものであると、最大級のリスペクトを受けた。当グラミー賞、グラミー賞、ゴールデングローブ賞その他受賞俳優として、声優、ナレーターとして、本人として、死刑反対の嘆願書に署名する、スティング1980年代から国際的な人権保護運動や、 熱帯雨林の保護活動など、社会活動に熱心なミュージシャンの一人としても知られる。1985年にはバンドエイドに参加。1987年発表のナッシングライクザさん収録の孤独なダンスでは、当時のチリピのチェト軍事独裁政権の人権抑圧を批判。反体制者として逮捕され行方不明となった配偶者。 息子の解放を訴える女性たちが彼らの写真を見に、つけ、本来は、男女で踊るクエカを一人で踊る様を歌った。また、アムネスティ・インターナショナルを支持している。さらに1987年には、妻とルーディ・スタイラー、ブラジル先住民カイア・ポゾクラと共にレインフォレスト、ファウンデーションを設立し、熱帯雨林保護活動を行っている。また、イルカ漁を題材とした映画、 ザコーブの出演者、リック・オバリーと親交があり、オバリーの活動を全面的にサポートしている。スティングは来日公演中に、オバリー夫妻と再会、オバリーと同席にてインタビューも応じ、リックが今後も積極的に活動を継続することと述べた。また、イルカ漁に対しては、話し合いが必要、引き続き、この問題が取り上げられていくことを見守っていきたいと述べた。 ありがとうございます。